はい、やってきました、那珂湊魚市場ですね。一応バスは県営の駐車場に止めさせてもらってですね、まあ、お客様は久楽さんというお店にね行ってもらって、私のお昼がないので、はい、今から放送してね、乗務員食ということで食べさせてもらえればなと思ってます。いつもね森田水産さんで食べてますんで、そこ行ってみようかなと思ってます。はい、緊急連絡が入り、ラッキーなことに、伊佐楽さんで乗務員食も用意してもらえたというところで、食べに行きたいと思ってます。伊佐楽さんね、あれ急楽って書いてあるな、急楽さんだそうです。ネットで伊佐楽って出てたんですけどね、はい、海鮮丼かな。はい、じゃあ行ってきます。